皆さんこんばんは。こんばんは。今回第425回どんどん夢やかなうメディカスでございます。今回もですね、本当に素敵なゲスト、今日盛り上がると思いますよ。もう話に私もいろいろねお聞きしてみたいと思ってますね。今日よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。好きなこと、あ、そうそう、ゲストを紹介する前にもう400回以上やってんのにな、本当に慣れない、ゲストをご紹介する前にですね、メディカスオープニングからいきたいと思いますんで、平松さん、右手でね、私は左手で、メディカススタートで、これで始まりたいと思いますんでね、いきますよ。第425回どんどん夢が叶うメディカス、スタート、はい。ということで、第425回どんどん夢が叶うメディカス、本日のゲストでございます。好きなことをビジネスにする専門家、平松孝夫さんです。ありがとうございます。パフパフ、ドン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 、ね。平松さんはメディカス2回目のご登場ということで ね、 あの時はね、久しぶりですね、うん。どなたと一緒だったんだっけ、しずいさん、加藤さんですね。あ、加藤さんだ。なんか日本酒かなんか飲みながら、飲めない2人みたいなあの加藤雅子さんがね、まあ、その後あの埼玉発企業、ね、カフェな番組をね始めたんですけども、その加藤さんが日本酒を持ってね、であの頃はねメディカス2人ゲストっていうのをね、うん、一時期やってたの。やってましたね。その時に平松さんに出てもらって、うん、まあ、今ずっとお一人なんですけどね、その当時はね、うん、2人ゲストっていうのもねたまにやってて、その時加藤さんとね一緒に出ていただいた、うん、ですけども、もうあれがね2011年ぐらいかな、もうかなり前ですよ、ね。で、まあその後もねいろいろとお会いはしてるんですけども、今回ですね、まあ、平松さんはちょうどね出版をされたということで、これはいいタイミングだと思って私からオファーをさせていただきましてね。まあ平松さんちょっとご紹介すると、何をされてる方ですか。何をしてるんでしょうねいろいろやってるからね。ね、本当ね。いや、僕もそうなんですよ。そうでしょ。だから職業欄に何て書いていいか分かんない。何て書いてるの職業欄は。クリエイター？職業欄だけど、だからその肩書きとか聞かれるときにその都度変わるね。うん、ああ。だから今日はクリエイターとして呼ばれてるのかなとか。ああ、いいな、かっこいいな。うん。そうなんだ。そうそうそう。だからその。スクールやってるんで、スクールの校長とか、うん、ね、番組同じように番組やってるからプロフェッショナル TVMC とかね。あ、そうだね、いろんな、まあ、うん、まあでもそれでいいんですよね。そうそうそう、いろいろあってね、うんうん。今日は今日はね、好きなことをビジネスにする専門家専門家、うん、ということでね、お呼びしました。で、うん、この番組初めて見てる方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、ちょっとご紹介させていただきますと、うん、
これどんどん夢上がるメディカスというのはですね、うん、2010年の5月から始まりました、うん、1時間のインターネットテレビの対談番組です、うん、私の会いたい人話したい人をゲストにお招きして、毎週火曜日、毎週ですよ、火曜日の20時から配信してきまして、2010年から始まって今年2018年で8年、400回以上を迎えまして、今回は425回ということになるわけですね。でこれを続けてきたことによって、私たくさんの夢が叶ってきました。例えばですね、会いたい人、昔から憧れてる人をゲストにお招きすることができました。例えば、何でも鑑定団でおなじみのおもちゃの鑑定士北原照久さん、歌手の岩崎宏美さん、ミスターサマータイムでおなじみのサーカスの皆さん、異邦人でおなじみの久保田早紀さん、ウイスキーはお好きでしょという曲を書いたことで有名な杉正道さん、シンガーソングライターの鈴木雄大さん、元アイドルのね、今でもアイドル、桑田靖子さん、元巨人の篠塚和則さん、漫画家の川内海二さん、そして好きなことをビジネスにする専門家の平松隆夫さんと、もうこう私の憧れてる人をずっとお招きすることができてきたんですね。あとは例えば私が20代の頃憧れていたシンガーソングライター、夢だったんですけど、それがメディカスバンドを作ってね、 CD を出すことができまして、ね、あれもすごいみんな、ね、盛り上がりましたよね。すごい SNS でね、盛り上がってね、曲もいいよね。ありがとうございます、ね、もうそれ言って歌もね、うまいしね。ありがとう、もう本当に褒めるの上手だから、ね、いい平松さんはね。もうそう、あとは例えば自分の好きなことをビジネスにすることができた。これは自分が、インターネットテレビをねずっとやってきたことによって、うん、自分 TV マスター講座ってね、同じような始める人を、まあ、どん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 増やすことができまして、今ねたくさんの門下生が同じような番組を、まあ、してるということなんですけども、そういうようにですね、いろんな夢が変わる、まあ、本もねこの番組がきっかけで2冊出版することができて、ありがとうございます。でその頃ね、始めた頃にそのツイッターが、うん、ね、もうすごいこうやって述べてきた頃に、うん、平松さんの、うん、そうですね、著書、ありがとうございます。何でしたっけ、ツイッターは、ツイッターで会社を PR する本ですね。それ読ませてもらいましたよ、うん、あの頃はだってツイッターでビジネスやってたからね、みんな。そうですね、だから僕が書いた時は本当に出始めだったんで、うん、まだフォロワーがみんな100とかそういう世界です。あ、そうだったの。そうだから本当にもう地べた這いずるぐらいの世界でした。平松さんはそれで、あのもうツイッターやってるいろんな人に声かけて、うん、ね、うん、もうそれこそ著名な人たちにも、うん、それこそ SNS を介して著名な人にね、うん、インタビューとかしてたんでしょ。そうそうそう、うん、だから例えば企業なんかにインタビューいいですかって言って、その本当大企業に声掛けしてインタビューしてもらったりとか、ね、それだから2011年ぐらい、10年ね。そうで、私も番組始めたのは10年、うん、その頃ちょうどねツイッターとかユーストリームとかね、うん、フェイスブックがちょうどこうなってきた頃だったんですけども、うん、まあそれでね、平松さんのことを私は知ったわけなんですけども、それから、いろんなところで多分お会いしてたと思うんですけどもね、メディカスに出ていただきまして、まあそれからいろいろとお世話になってるということでございます。で今回ですね、平松さんが、本を、そうですね、好きなことをビジネスにする教科書っていう、ちょっとね、お見せしましょう。ありがとうございます。これはこちらですね、うん、ご機嫌ビジネス出版っていう、はい、ちょっと編集長と知り合いまして、へで、ちょっと変わってる出版社で、はい、普通、商業出版と言われるね、いわゆる出版社側がお金を出して本を作って印税が入るっていう仕組みがあるんですけれども、はいはいはい、その商業出版っていうのは普通リアルな本を作るでしょ、うん、そこは電子書籍、電子出版を中心にやってるところです。で、大手 の, その IT の会社がやっているところで、まあ、社長のなんか直轄部署みたいな感じでやってるところで、電子書籍でその1万部とか売るっていうところなんですよ。そうなの。そう、それで、そんな本売れるのみたいな、うん、いや、そう思いますよね。ね、で電子書籍ってなんか売れないイメージだよ。あるあるでしょ。でとりあえず出版簡単にできるから、手軽にできるから、うん、そうそうそう、とりあえずは電子出版みたいな、そう、そういうイメージだけど、だから自費出版みたいな感じじゃないですか、うんうん、電子書籍、そうそうだね、多くはね、うん、でもそこは商業出版だから
編集者もいて、編集もしてくれて、うん、ちゃんと本に そこがお金を出して作ってくれるわけ。へえ。で売れた分の印税が入るわけ。それであの POD って聞いたことある？ POD っていうのね、プリントプリントオンデマンド。そうそう、うん、で結局、Amazon とか今電子書籍をプリントアウトして製本してパッと送りつけるサービスがあるわけ、はいはいはい、ね、もうありますよね。そう、好きな、部数だけをね、作るっていうのはプリントオンデマンド。そうそうそう、うん、だから在庫がないよね、うん、で発注されたら即アマゾンがやって、はいはいはい、会員だともう翌日かな、うん、来ちゃうみたいな、うんうんうん、でそれも僕もちょっと興味あって、じゃあそれちょっとやらしてよって言って、うんうん、今回本出すことになった、うんうん、でとりあえず電子出版っていう形で出したんですよね、うん、そう、うん、で8月ぐらいになると今度それがそう POD に対応するんで、リアルの本も届く。なるほど。でちょっと面白くない？面白いね。ね。でそこは何、その電子出版は どういう位置づけっていうか、 どういうビジネス的にはあれなの？だからさっき言ったように、うん、いわゆる電子出版だけで儲けるってことはほぼ不可能って思ってるわけですよね、うん、で例えばとりあえず出版を手軽にするっていうことで使うとか、うんうん、例えばそこからいろんなところに誘導するために使うとか、とりあえず電子出版が挨拶代わりにとかって、そういう考え方なんですか？じゃないんです。違うの？電子出版で儲けてるんです。はあ。だからそれがね、今日本には2社ぐらいしかないらしいんですよ。へえ。そういう、それは何、著者の人も儲かるの？著者の人はだから印税が入ってきます、うん、だからそのでも売れないとね。そうそう、だからそれは印税率にはよると思うんですけど、うん、その印税でその普通だと、著者だとあのリアル本だと 5% か 10% ぐらいじゃないですか、うんうんうん、まあそれによって違いますけどね、うんうん、電子書籍の場合はもうちょっとパーセンテージがいいらしいの。ああ、そうそうですね、うん、そういう話ですね。でもまあ結果としては多分同じぐらいの金額になるはずなんですよ。平間さん自身は電子出版はどういうふうに捉えてるの？自分 どういうあれで出したのか。一つはあのリアル本のオファーもいろいろいただいているので、リアル本ももちろん出すんですけど、その今回はその電子書籍で本当に売れるのっていうことと、試してみよう、その POD を試したかったんですよ。なるほど。それから、実はこの、本ってあの僕ビジネスグレードアップスクールって学校をやってるんですけど、はいはい、学校で教えてる内容を書いてるんですね。私もこれ早速購入させていただいて、うん、ありがとうございます、ね、あっという間に読めました、ね、読みやすい、うん、ありがとうございます、うん、日頃から平松さんがおっしゃってるようなこと、うんうん、そうそうそう、だから本当に好きなことを、うん、ビジネスにするためにどうしたらいいかっていうことをね、うん、好きなことをまず、それが本当に仕事になるのかっていうところから見つけてきて、うん、そう、どういうふうにしてそれをビジネスにするかっていうことね、うん、それを書いてるんですけど、僕ご存知の通り、例えばスクールをやるときにテキストとか作んないじゃないですか。うん、だから今回テキストできましたよ。ああ、そういうこと。うん、そういうこと。なるほどね。ああ、へえ。僕はいつもライブでスクールとかセミナーとかやるでしょ。で、それを動画で撮って生徒さんにはそれで復習していただいたり、まあ、来られない人はそれで勉強してもらったりできる仕組みを作ってるんですよ。はいはい。でも、やっぱり紙でも見たいっていうのがあるじゃないですか。要望もあるしね、うんうん、できましたよ。なるほど。そういうことですか。なるほどね、うん、だから皆さんまだね、お持ちでない方はこれぜひご購入。これいくらですか？それね、今600円ぐらいだと思うんだけど、あの Amazon でね、 Amazon で今キャンペーンやってるから300円ぐらいで買えると思います、はい。好きなことをビジネスにする教科書。そう、ね、でこれね、今なんかトリプル1位を取ったとか言って。お、すごいじゃないですか。そのアマゾンでトリプル1位取りましたって言うんで、うん、出版の編集長から連絡がありまして、ああそうなんですか、うん、表彰されたり。表彰はされたりとか。へえ。で僕全然気づかずに、なんかこう
あのスクリーンショットが送られてきて、あ、そうなんだ、ということでぜひ皆さんね、これから、まあ、今なんか仕事やってる方でもいいんですよ、うん、あのなんか自分の好きなことをビジネスにしたいと、そうね、副業からでもいいんですよ、そうね、うん、今会社で副業が認められてるところも多くなってきましたからね、うん、まずその、まあ、好きなことを仕事にするっていうのはすごくキーワードだと思うんですよね、うん、まあね、ちょっと前だと YouTube がね、うん、YouTuber なるほど好きなことで生活していこうみたいなね、あれで悲惨な目に遭った方がたくさんいますけどもねでも今は本当にインターネットを使うことによって自分がやりたいこと、好きなこと、それを仕事にできる、もちろん何でもかんでもじゃないですけどもね、まあ、そういう時代ですよね今ね、そうですね、例えば、うん、あの多くの方がじゃあ副業を始めようという時になんか儲かりそうなものから始めたりしません、うんうん、そうね、これだと儲かるんじゃないかみたいな、ね、そうで、なんか結構うさんくさい商品を捕まされたりとかそういう話も聞きますよね、うん、例えば情報商材系でいろんなの買ったんだけど、まあ、結果何もならなかったとか、うん、で僕はあのそれってなんか自分の心が動いてるのかなっていうふうに思うわけ、え、何、自分の心がワクワク、ああなるほどね、そこ大事だもんね、そうだから儲かるっていうのにこう惑わされて、うん、なんか自分の個性とかそういうところと、なんか個性とか使命とかね、そういうものと違うものをやろうとしてもうまくいかないよ、うん、だから僕はその自分が好きなものをぜひビジネスにしたいと、あのしてもらいたいと思ってるんですよ、なるほどね、うん、そこら辺もうちょっと詳しく、聞いていきますけども、ちょっと皆さんからね、うん、コメント来てますんで読み上げたいと思います、うん、このライブ配信ではね、このコメントを読み上げるってことがすごく大事なんですよ、やっぱりリアルタイムコミュニケーションということだね、これがね大きな特徴、これやらなきゃね、いや嬉しいもんね、そう読み上げてくれるだけで嬉しい、うん、どこまで行ったっけな、あマクさんね、マクさんありがとう、こんばんはということでね、こんばんはよろしく、うん、としなえさん、水越先生、平松和夫さん、こんばんは、今日も大阪から見てますよ、今日も頑張ってくださいね、いつも優しいコメントありがとうございます、すみさん、奥さんには奥さんには連絡入れましょう、ああ奥さんね、いやさっきはねメッセージだよさっきちょっと録画してたんね、録画してて、あ、今日は録画だよとか書いちゃう、それで送って、あれなんか生放送とか言ってるわよとか言って、あ、生放送もあるんだみたいな、あのね、今日はあの奥様がね、わざわざ平松さんシェアしてね投稿してくれたわけですよ、奥様が、その時に今日、今日うちの主人がメディカツに知らなかったみたいなね、あので今日夕ご飯いると思ったのにってそういう話までしてましたけど、だから今すみさんがね、奥さんには連絡入れましょうってね、ありがとうねすみさん、ヨネちゃん、番組冒頭で MC の歌を強制的に聞かせる番組うまい、その通り強制的に聞かせてます、はい、歌手の方でも強制的に聞かせてるという番組です、すごいねすごい度胸すごいでしょ、うん、で歌手の方とかそうだよ、ね、シンガーソングライターの方が来て、うん、その人の曲を聞く前に自分の曲を聴かしちゃうというね、すごいね、あの北原さんにも褒められました、うん、水越くん偉いよって言われましたけどね、あふうみんね、ありがとう、平松先生、水越さんこんばんは、うん、パンダちゃんの T シャツかわいい、あこれね、あこれね、うん、え何オリジナルなの、いや違う違う違う、なんか僕が書いたみたいに思われてるけど、ね、違うんですよマックさん、黎明期から活躍する2人の対談、うまいな、マックさん、マックさんだってやってるじゃないですか、黎明期から仲間ですよね、ヨネちゃん、あ、あの加藤雅子さん、そうです、埼玉です企業女子つながりカフェね、最近やってないですけどね、またやってほしいな、職業ヨネヤとか言ってみて、そう僕ね、これヨネヤ T シャツとか作ったんだよね、ヨネヤ T シャツ、ヨネヤって書いていいかもあれですよ、ね、バッてこうやって見せて、うん、あんまりインパクトないプロフィールライターの小川明子さんがゲストの時にね、うん、僕が聞いたの、プロフィールライターだから僕ね、いつもね、職業内なんて書いていいか分かんなくて、言ったら小川さんが水越でいいんじゃないですかって言われて、うん、職業水越、職業水越でいいな、うん、でもそれ以来書いたことありませんけどね、うん、書けないでしょ、水越って書けないですよね、あねえマークさん、職業ネットラジオ MC プロデューサーに地位的になった私、なるほどね、まあいろいろありますよ、うん、ね、
あ、そうそう、8月25日はメディカスバンドライブ&セミナーだよね。あ、行きたいかったんだけど、でもスクールなんだよね。スクールが入っちゃってんだよね。いつも平本さんとも、ね、来てくれてるんですよ、メディカスのライブにはね。ありがとうございます。行きたいですよ。8月25日土曜日12時半からね、高田の馬場でメディカスバンドのライブ、夢を叶えるための言葉と心の使い方セミナー、メディカスバンドライブトークアンドライブということで、まあ、今日までがね早割りなんですけども、明日からでも全然高くないので、ぜひですね申し込みいただけたらと思います。皆さんとね盛り上がりたいと思います、ね、楽しいよね。ありがとうございます、ね、5人が揃うのは本当にね、1年に1回しかない、ね、そうだ、結構ね、バラバラ、みんな活躍してるし、それぞれ ね、バラバラでやってるんでね、今回でもね話面白いですよ、楽しみ。向井さんがとにかくなんかビル建てたでしょ、奥のビル建てましたから ね、奥のその夢を実現したね、その話しっかり、あと山田さんが今中国で活躍してるでしょ、中国、ね、あの話もねバッチリ聞かせるし、あとサリちゃんはね、もう海外を拠点としてね今活躍してる、すごいよね、その話も聞きますしね、田村さんはね、もう今プロデュース業ですよ、アイドル、その話をね聞きたい、いいよね、もうほんと楽しいと思う、僕が楽しみだから、メンバーの話聞くの、皆さん来てくださいね、よろしく。あ、ツイッターのリンク貼ってくれた、これ平松さん、ありがとうございます。平松さん最近やってるの、ツイッター？ツイッター、いや、やってるよ、あ、やってるよぐらいだあのね、ツイッターはね、ほんとうちの息子で感じたんですけども、若い人たちもちろんやってるんだけどね、あの最近僕ツイッターやってるんですよ、やってるんで、で僕のツイッター見てセミナーに来る人もいて、おお、すごいすごい、だからツイッターでもまだまだね、あとは若い人もとにかくツイッターすごい、うちの息子も1回ね26万いいね、すごかったですよ、本当に拡散力が、拡散力がすごいよね、すごい、だからその本当に面白いものとか、そうそうそう、出すとね、だからね、あの普通自分たちがやってるようなビジネス的な投稿は、いいねもつかないしリツイートもしないんですよ、あんまり。これ YouTube も同じで、あの本当に面白いとかね、驚きのね、そういうものしかあんまならないけど、でも見てる人は見てますからね、あ、ヨネちゃんがね、好きなことをビジネスにする教科書、人生100年時代をもっと自由に生きていく、リンク貼ってくれました、アマゾン、ありがとうございます。マックさん、ご機嫌ビジネス出版、かなりユニークな出版社ですよ、正確に平松さんが言われた通り、ある企業内の1セクションなんですかね、おお、なるほどね、プリントオンデマンドね、そう、あ、シェアタイムね、さすがスミさんね、ありがとうございます。このメディカスというのはですね、3つお願いします、ね、3つのお願いがあります。1つね、超いいね、ね、超いいねをお願いします。超いいねが飛ぶとね、テンション上がりますからね、なんかいい話しちゃおうかなと思う、ね、思う、だからぜひね、超いいねをね、ハートマークの超いいねをお願いしたいと思います、2つ目、コメントください、ね、今コメント読んでます、たくさんの今日コメント来てますけども、コメント読み上げますんで、ぜひコメントね、質問などもね、お受けしますんでよろしくお願いします。そして3つ目、これ大事です、一番シェアをお願いしたいと思います。シェアをしていただくと、私とか平松さん以外の友達にどんどん広まっていきますんでね、シェアをしていただくと嬉しい。そして今日なんかプレゼントってあるんですか？何も別に用意してないんだけど、何、なんでしょうかね、セミナー招待とか、あるんですか、セミナー？セミナー今度ね、8月8日に出版社側があの会場でやるセミナーがある。あるんですか、あ、いいですね。とか、はい、とか軽井沢に一緒に行くって言ってる。軽井沢、何それ、軽井沢、いきなり出て8月5日に、あの、近いな、8月5日に軽井沢であのセミナーを企画してくれる人がいて、で都内神保町から車で乗けてくれるらしいんですよ。バスじゃなくて車？車で、で大きな車を借りるから、え、何人なの？いや、まあ少人数、少人数で、で行って向こうで温泉とかいろいろね楽しみながら帰ってくる一日の、それショーでしょうか？お一人ね、お一人ね。それどんな内容か分かんないけど、でも。じゃああ、じゃあね、あ、だからシェア対象でシェアしてくれた人に何か一つか、なんかね、あげたいんですよね、プレゼント。で、その電子書籍でもいいし、POD にしようか。あ、いいですね。POD が出たら、はい、出たらそれを一冊プレゼント。プレゼント。それはシェアをしてくれた方の中の一人の方、サイン付き。で、それはね、なんか、ちょっと考えます、はい、とにかく
プレゼントします。それは今日8月ですよ。8月ね、今日ね、シェアしま、あのシェア対象、うん、最後に抽選しますから、皆さんシェアして、うん、そのうちからお一人の方にプレゼントしますから、うん、シェアをしてくれた方の中からお一人ですからね、うん、だから今のうちシェアしてください、うん、画面の真ん中または右下にシェアするっていう文字がありますから、そこをぜひねタップしてください、うん、じゃあ、軽井沢どうする、軽井沢どうする、もし行きたい人がいたらコメントください。そう、行きたい人はあのお一人プレゼント、ね、いい、いいよ。え、何、無料でいいの？いや無料でいいよ。すげえ、マジ軽井沢行けるんだよ軽井沢すごいなこれあのもし軽井沢、それだからあれだよね、その、うん、セミナーなんでしょ。そうそう、僕のセミナーなんだけどまあ一緒に遊びましょうみたいな、すごい楽しそう。それお一人行きたい方、軽井沢5日です、ね、8月5日、あの朝神保町スタート土曜日ね、日曜日、うん、土曜日、うん、ね1 2あ日曜日だ、うん、日曜日、日曜日 ね、 ね、8月5日日曜日空いてたら、空いてたしね、で、もし希望していたら軽井沢行きたいですと、うん、行きますとコメントしてください、うん、え、よろしくお願いします。 いるのかな、うん、すごいなこれ、いたらあのね、あの正直入んない人はね、あの5000円で連れてってあげます。え、何、5000円で、あのその選ばれた人は無料でいいんだけど、はいはい、それ以外に来たい人は5000円で、5000円でいいの軽井沢は、まあ、泊まるんでしょ、だって、泊まる、泊まる、あ、日帰りか、日帰り、あ、そうそうそう、日帰りね、あ、びっくりした。だからその食事代とか、はい、そのお風呂入るとか、そういうのは自分で有料で、あ、それは有料ってことですからね、うん、はい、何もかもじゃないから、ね、でも一人、無料でね、はい、はい、すげえ話だな、面白いな。それはあの主催者側が連れてってくれるんで、ということで皆さん今シェア、シェアタイムですよ。シェアしてくださいね。私も今シェアしてます自分でね、はい、え、自分でシェアできんの？そんな、え、できますよ、あの、あ、グループだから、ん、あ、じゃなくて、あ、じゃあシェアってそのこれをね、うん、画面をね、うん、こうやって、うん、あ、ちょっと音落として、シェアをしてくれた方の中から、うん、それで、うん、ここのシェアってあるじゃないですか、うん、こう押すと、うん、グループにもシェアできるし自分のところにもシェアできるんです。うん、で、これやると、まあ、うん、今これが自分のところに、うん、まあ、シェアするんですけども、うん、でもあんまり意味ないよね。そんなことない、あ、そんなことないですよ、そんなことないですよ、うん、何回も投稿するってこと、あ、いやいや、1回でいいんですよ、1回で、うん、1人1回すればいいんですけども、うん、あとグループにもシェアできるので、うん、今僕はあの自分 TV を応援隊にシェアしたんですよ。だからそのグループとかにシェアすると結構いろんな人に見てもらえるので、うん、そう、ぜひ皆さん、あ、グループあったらシェアしてくださいよ。オッケーオッケー、はい、たくさんあるよ、グループたくさんあるからね、グループにね、シェアしていただいてもたくさんね広まりますんでね、シェアタイムということでよろしくお願いします。マックさんね、間違いなく入門書として決定版です。ありがとうございます。本当面白いですよ。私もあっという間に読みましたけど本当面白い、一気に読めちゃいます。上山さん、え、何、いや僕ね、俺短い文章が得意なのね。長く書けない、長く書けない、奥さんは長く書ける、そう、奥さんなんだろうね、あれ才能なの、いや、なんかやっぱり個性なんじゃないですか、ね、個性だよね、短くなっちゃうの、だからどんな長い文章も短くできる、だから格言ができる、そうそうそうこの間、うん、格言のあれやったんですよ、何ですか、古典、イベント、古典、格言の古典、うん、言葉の展覧会、面白いよね、ああいうのをやるっていうのがさ、うん、いや行動力あるよね、いや、あれね、でもね、うちの妻に一本取られたんで、なんで、俺あの固定やりますって言って、あの誰か手伝ってって言って、みんな手伝ってくれて、なんかすごくいい盛り上がりでできたんだけど、うちの妻が僕に内緒で、あの、あ、次の日が誕生日だった、グループ作ってたんですよ、そうで、次の日が誕生日だったんだけど、その内緒でサプライズパーティーみたいな企画してくれて、さすがだよね、泣けるよね、いや本当にいつも騙されちゃう、あのね、うん、本当思いますけども、うん、奥さんが偉い、どこの家も、ね、偉いね、奥さんが偉い、もう本当ですよ、ね、男なんかね、勘違いしちゃいけないですよ、ね、本当奥さんが偉い、ね、あの時、うん、あの花送ったの見ました、うん、いや見ました、あれメディカツバンドでありがとうございます、送らせてもらいましたので、ありがとうございます、いけなかったんですいませんでした本当に。上山さん、兵庫一の美女ね、ありがとう。水越さん、平松さん、こんばんは。兵庫一美、あ、すごい、自分で言うようになってる、兵庫一美女の上山です、すごい、言われる先に言っときます、素晴らし
さすがですよね。あ、行った方がいいですよ自分で、エンマ様に下抜かれるって、いやそんなことない、本当に最高に美しいです、うんうん。戸谷さん、水越さん、こんばんは。平松さん、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。戸谷さん、ありがとうございます、いつもねコメントいただきまして。米谷さん、あ、そうですね、はい、うん、そうね、はい、米谷 T シャツあんまりインパクトない水越先生だすいませんね、ハマちゃんね、ありがとう。水越さん、平松さん、こんばんはということでね、ハマちゃんありがとうね、久しぶり。あ、マックさんありがとう。今回は皆さん前回からそれぞれパワーアップしましたが、メディカスバンド、ありがとうございます。そうなんですよね、楽しみです。超ご無沙汰してすみませんということでね、ハマちゃん大丈夫ですよ。あ、おせっかい社長平松さん、ご無沙汰してます。昭和38年会、僕の好きなこと、おせっかいをビジネスに、あ、そう、渡辺社長ね、おせっかい社長は、うん、おせっかいをねビジネスにしたの。そうそう、で、え、何の、同い年、あ、38年会なの。そうそう、なんだ、そうなんだ、知らなかった。だからね、渡辺社長もおせ同じ印刷会社なんですよ、僕と同じ、はいはい、ね、だからすごくね話があってね、でもおせっかいをねビジネスにするっていうのは本当すごいなと思ってね。ありがとうございます。おせっかい塾募集してますから、皆さんね、おせっかい塾ぜひチェックしてくださいね。あ、ハッピー丸山さん、私の門下生でね、ヤバハピ55っていうね、FLTV をね、毎週日曜日、この間の日曜もやってましたね。ありがとうございます。遅くなりました、水越先生、平松さん、こんばんは。シェア完了です、ありがとう。梶川さん、私のやっぱり門下生で、驚き伝説ね、あ、知ってるんですか。あ、知ってるんです。あ、さすが有名人、梶川さん。授業が終わって教室から見てますということで、ありがとう、梶川さんのね。とどろき伝説、最近はね、超人気ですよ。もうほんと、もう塾やってらんないぐらい忙しい。ね。どっちが本業かわからないみたいなね。そう、ね、おせっかい社長、今では本業なんですよ、おせっかいがね。うん、国吉さん、ね、千葉コミュニティ TV っていうのをね、千葉でやってて、すごいんですよ。ビルメンテナンスの会社の社長さんなんですけどね、うんうん、500人ぐらいいる、千葉の中の市内の4つのコミュニティセンターがあって、うん、そこをビルメンテナンスしてるんですけど、そこで番組を毎回映しながらやって、いや素晴らしいですね。工藤さん、こんばんは。あ、久しぶりですね。美智子さん、ありがとう。山下さん、山下さん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。山下さんは生徒さん、ね、この間ちょっとコンサルをさせていただいたんですけど、 なんだっけ、集客王子、ほう、すごいじゃないですか。そのメルマガのシステムをやってる人なんです。そうなんだ、うん、配信スタンド、そうそう、結構昔なんかそういうの結構聞いたことない、ん、前からやってるんで、昔メルマガスタンドがこう出始めた頃かな。あ、そうなんですか、うん、ちょうどマグマからみんなそっちへ移るって、そうそう、そんな感じだったと思うんですね。うん、まあ今ね、今たくさんありますからね、うん、でもすごいですね、山下さん、そうなんだ、ありがとうございます、コメントお待ちしてます。内山さん、軽いではないっすね、行きたいでしょうね。おー、これまたすごいっていうことでね、ふうみん、軽井沢に反応してますね、うん、みんな、まあ、軽井沢行きましょう、みんなで、ね、みんなで一人はご招待で、うん、あとは人数があるんで、ちょっと制限があります、うん、ごめんなさい。でも5000なの。5000、素晴らしいです ね。あ、大杉潤さん、ありがとうございます。定年後不安ね、うん、新刊かかりました、ね、大杉潤さん、いつも聞き手の平松さんゲスト、うん、これは興味深いということでね、本当面白いですよ今日。個展の時はイムさんが裏でサプライズ企画進めていたんです。そうなんですよ、さすがですよね。あ、翼さん、平松先生、水越さん、こんばんは。平松先生、ベストセラーおめでとうございます。ありがとうございます、ね、翼さんの本もすごい売れてるんですよ。すごい、だって、ね、Eテレ、うん、出たでしょ。そう、
あのこの間ね、僕のランチ会にも来ていただきましたね、うん、もう1時間ぐらいね、専門家としてすごいよ ね僕もあの出てみたいよね、1時間ぐらいもう喋りますよ、1時間だから、ね、いいな、出てみたいな、うん、マクさん、集客王子知ってますよね、うん、山下平間先生ありがとうございます、うん、ということでね、たくさんのコメントお待ちしてますよ、皆さんね、あとシェア対象ありますからね、シェアお願いしますね。で、平松さんは今回先ほどね、新刊出たということで、うん、まあ、ご紹介させていただきましたけども、うん、今現在は平松さんのお仕事としては何を、うん、あさっき言ったか、うん、ビジネスビジネスグレードアップスクールスクールとザ・スクール・コンプリートっていうのを今やってるんですけど、そのスクールを作る、うん、スクール、うん、だから私がオンライン講座構築マスターって言って、うん、オンライン講座を作るオンライン講座、リアルスクールを作るリアルスクール面白いでしょ、だから本当に面白いなと思って、うん、でやっぱりそう言ってスクールをやりたいっていう人がいるわけですよね、いるわけです、うん、でも平松さんはそれも実際にあのビジネススクールをもうねやってきて、そのノウハウを今お伝えしているということなんですね。そうそう、つばさん出版してからブレイクしましたからねっていうことでね、ありがとうございます。さっきちょっと話のあれになりましたけども、その好きなことを仕事にね、うん、できる時代これから、はい、で特にインターネットを使えば好きなことが本当に仕事もできるし、まあ、これが副業から始めてもいいしね、うん、まあ、できる時代になってきてると。で、うん、私はそのこのメディカスのような番組はね、今スマホ1台でできますよと。でそれで本当にファンを増やしていきましょうっていうね、 FLTV ビジネスっていうのを皆さんにお勧めして、うん、でオンライン講座をね、作りましょうと。さっき平間さんはリアルのスクール作りましょうと。で僕の方は、オンライン講座インターネットでねできるというのを、まあ、進めてるわけじゃないですか。でこれからはだから、うん、そういうふうに好きなことをまあ皆さんにいわゆるこういうことできますよ、こういうことやりましょうと言ってビジネスに出てきてお金を得られる時代、はい、っていうことですよね。そう、うん、で好きなことを見つけるっていうのが実はこう簡単そうで難しいんじゃないのかと思うんだけど、どうなんですかね。好きなことって意外に自分では見つけにくいだよね、うん、そうなんですよ。だからなんかそういう、まあ、うちのスクールなんかだったらこうやって見つけるといいよっていうのをやってるし、それ ワークショップかなんかでやるやるし、あとは今回の本の中でもワークシートっていうのがあって、はいはい、そこにこうみんな書き出してもらってチェックする、はい、あだ本当に例えば自分がこれが好きこれやるとワクワクするっていうのが、うん、やればいいってもんでもない。うん、だから何が必要なの。好きなだけじゃなくて、まそこに評価っていうのが必要。評価っていうのは例えばドラえもんのジャイアンが歌が好きだ、だけど彼が歌手になれるか、彼は音痴じゃないですか、そうすると歌手になれないよねみたいな、うんうんうん、ある程度の評価、そう、それはすごいとか、そうね。そして、好きで評価もあっても例えばお客さんがいない、そうするとやっぱりビジネス市場がないってことだね。そう、だから好きで評価があってそしてお客様がいるみたいな。それをだからやっぱりリサーチするっていうことは必要になってくる。リサーチまでいかなくてもいるかなぐらいでいいいるかなぐらいでいい。でよく言うんですけども、皆さんのね得意なこととかすごいことって自分じゃ分かんないんです、意外と。そうで自分自身が、あとね書き出してみないと意外に忘れてたこともあるじゃん。ああそうなんです。だからそれ書き出してみることと人とシェアするってことね、うん、だから私なんかもね、うん、そのもう本当に始めた頃、うん、2009年ぐらいだったかな、プロフィールの勉強会行って、うんうんね、その時にプロフィール書き出しましょう、はい、作りましょうと、はい、で皆さんそこに6人ぐらいいて、うんうん、じゃあちょっととりあえず皆さん自己紹介してもらいますか、はい、ね、言ってそれぞれ言うわけですよ、うん、そうするとある人が、創業去年創業、起業しました、はい、
で次の人が起業して3年目です、はい、何々やってますと、うん、でずっとやってで僕のところ来たと、うん、で僕は何気なくあと数年で創業100年になりますそしたらみんながね、うん、すごいんですよリアクションが、うん、すごいみたいなでも僕自身はそれがすごいっていう意識はなかった当たり前だもんねそうで、うん、自分の会社の中に入ってると全然すごいことだと思わなかった、うん、あこれがすごいんだってことに気がついてそれからプロフィールに書くようになった、うん、だから意外にお客様の声って大事ですよねそうなんです僕はキャッチコピーとかもやっぱりお客様の声からもらうこと結構多いんですよだから例えば、コンサルをした時にある人が驚愕のコンサルって言ったの言ったそれで驚愕のコンサルいただきましたみたいな最高ですねそれそうとかあとはブログのセミナーやってきた時にお客様の声をもらったんだけど結構、目から鱗のでしたみたいなのがたくさんあったから、うんじゃあ目から鱗のブログビジネス活用セミナーみたいなああなるほどね自分から言い出すとハードルが高いじゃんそう自分でもなかなか思いつかなかったりするしねそう自分では言えないよ言えないよ、ね、だって驚愕なんだから言えるどこの顔してたって言われちゃうね、うん、だけど人から言われるとそうなんだね使ってみようかなってなるほどね、うん、そういうこともだからやっぱりね人とコミュニケーション取るシェアするっていうのはすごい大事ですよね、うんうんまあそれでじゃあそれがねできるとなったら、うんまあ、ビジネスにしようとねこれは売れるよっていうことで作るじゃないですか、うんうん、まあそれが例えばオンライン講座であったりビジネススクールになるわけなんですけども、うん、そこに今度はそれを売るための集客というか、うんうん、ね、うん、やっぱりそこのところにこう人を集めなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか、うん、それってやっぱりねどなたも皆さんやっぱり悩んでる集客っていうとね、うん、集客は本当になんていうのみんなやっぱり欲してるよねだから集客のキーワードでお金が儲かっちゃうみたいな、ね、いやいや本当集客って書いたお札を売った方がいいんじゃないのお札をいや本当にいいですね、あいいですね本でもさ集客っていう2文字で書いたらベストセラーになれちゃうね白鳥さんにお願いしてなんか神社のね、うん、神社ね集客のなんかねそうそうそう集客 T シャツとかとか集客 T シャツあんま着たくないけど集客みたいなあでもなんかねやっぱり集客ってね皆さん苦労されてるみたいなんだけども、うん、まあいかにその商品とかねサービスを売るかということはどういうふうにお考えですか、うん、集客はねでもまあ、僕が思うのはやっぱり結構例えばブログ書くと儲かるよとか、うん、Facebook やると儲かるよっていうそのまあ、ある人のなんか成功事例みたいなのをみんなこう惑わされちゃうっていうところ結構あるんですけど僕は個性でやってほしいなと思ってるわけです個性ね、うん、だから個性っていうのは例えば文字がすごく書くのがうまければブログいいよねで喋るのがうまければ YouTube いいよねみたいな感じでその個性に合わせてやるとうまくいくよっていうふうに教えてるのねだから何でもかんでもまあメルマガじゃなくてね、うんブログじゃなくて、うんまあ、それが YouTube であったり、うん、LINE アットであったり、うんまあ、その人に合った今とにかくいろんな媒体がありますからねそうですそうですそれを使ってね、うん、やるということだからもうブログ書かなきゃいけないとかメルマガ書かなきゃいけないっていうふうになんか限定する必要はなくて、うん、なんか人に会いに行くのが得意な人だったらじゃあ SNS じゃなくてもうそういうの行ったらみたいな、うん、そうね、うん、あとはまあ例えばそのどういう人に売りたいかによってもねこのメディアが違ってきたりとかもそうですしますからね、うんまあ、そういうことも考えてもいいかもしれませんけどもあとはやはりこうその人の自身をこうよく分かってもらう、うん、顔が見えるとか、うん、誰から買うかっていうことがすごく大事だっていうのもありますよね、うん、そうですね、うん、だから自分が情報発信をやっぱりすることは必要なんだけども例えばこういう番組今ライブでやってますけどもね、うん、これライブ配信っていうのは編集加工ができませんから、うん、ありのままは伝える、うんね、平間さんもプロフェッショナル TV、うん、ライブでやってますけどね、うんまあ、ライブ番組っていうのは、うん、ありのまま伝えるっていう意味ではすごくそうですね動画ってやっぱり嘘はつけないじゃないですかそう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 だからその人の本質ってやっぱり見えちゃうだからそういうところをやっぱりそのだから見えちゃうから逆に言うとどんどんうまく出していくっていうのは必要になってくると思う、うんうん、だから僕自身がねその
ブログでもメルマガでもね、うん、フェイスブックでもいいんですよやってたら、うん、そこに動画をやはり絡めてほしい、うん、動画っていうのはね情報量が本当に数千倍、うん、テキストの数千倍って言われてとても大きいし、うん、動画っていうのはその動きと 見るじゃないですか、うん、それと音とでやっぱ2つインプットしてくるのでやっぱりとても入りやすいんですよね、うん、だからやっぱり動画を使ってほしいなっていうのがあって今ほらスマホでも簡単にね、うん、動画できるじゃないですか。私もライブ配信を今教えてるのはスマホ1台ですよ。スマホ1台で FLTV っていうのをね教えてますんでね、うん、そういうの使ってほしいですよね。あ、ちょっと待ってね、いろいろ入ってきてますよ。ねコメント言いますよ。ヨネさん、好き、評価があるお客様がいるね、うん、それですよ。すみさん、あ、はいね、水、あ、はい、コメント的確ね、はい、実績があまりなくてもお客様の声をいかに集めるか、うんうん、いいですね。戸谷さん、集客のお札書きます、お札書きます。あ、あの戸谷さんはね、あのそうそう、こういうのね書いてくれて、これこれで書いてくれたんだけど、これうまいでしょ、これ。すごいすごい。これね、戸谷さんが書いてくれて、うん、私にくれたんですけどね。じゃあ集客が、ね、これ映画の中に集客って書いてある。そうです。それかみたいな。あなたの集客大好き。なんか集客ちょっとね言葉どうするかあれですけどね。集客 T シャツもね。戸谷さん。ね、あ、集客のお札を書くビジネス始めます、うん、売れるかもしれないよこれ、ね、ね、何ヨネさん、スミさん今度からビジネスネームが、水谷さんだね。あ、間違いだろうね、はい、うん、スミさん大丈夫ですよね、あ、漢字の T シャツを着る外国人がいるらしいから集客ね、うん、あ、そっち、秋葉原でいいね、秋葉原でね、秋葉原でね、はい、ね、あのサービス、あのサービスではなく個々の個性ね、はい、戸谷さん、 T シャツの自由はお任せくださいね、うん、いいですね。あさりちゃん、水越さん、平松さん、こんばんは。こんばんは。タイから見てます。タイから、タイですよ、もうね、本当にそこら中今海外を飛び回ってね、うん、サリーちゃんはね、ビジネスで、ね、その話もメディカスバンドの8月25日のライブトーク&ライブで聞きますからね、皆さん来てくださいね、うん、内山さん、それなら得意な仕事でないと続かないし、そうそうそう、うん、好きなこととかワクワクすること、得意なこと、そう、だって嫌いなこと我慢してやってたらどう、嫌ですよね、ストレス溜まるし、やっぱストレスフリーなのはやっぱり自分で好きなこと、だってやっぱ好きなこととかワクワクしてるとあっという間に時間経っちゃうし、そうそうそうね、あの努力って感じないですからね、好きなことやってるとね、ポテンシャル上がるもんね、うん、好きなこと、いいですね。国吉さん、誰から買うかってありますよね、それは値段はあまり関係なく、そうなんですよ、うん、だからね、多少まあ他の人から見たら高いものであってもやっぱその人から購入したいっていうのはね、うん、出てきますからね、あ、奥様から来ましたよ、見てます、平松応援グループでシェアしました、あ、ありがとうございます。もうね、さっきからもうずっと話してるんですよ、奥様あってのあってのあってのご主人ですから、本当ですよ、どこも、うちも本当にかみさんあってですからね、本当に奥さんが素晴らしいですよね、大事です、大事です。ね、すみさん、国吉さんおっしゃる通り、私もそうですね。大杉さん、笑顔のいい感じです。あ、さっきのね、トタンからね、これね、いいでしょ。これね、素敵、すごい、水越さん、色紙を披露してくださいありがとうございます。さらに頑張る力が出てきましたね。ということでね、はい。まあだから皆さんね、本当、まあ私の周りではね、割とその自分の好きなことをね、ビジネスしてもすごく増えてきましたけれども、うん、これからの時代、例えば、まあさっき言いましたけど、インターネットを使うことによってね、いくらでも今までなかったことがビジネスにもね、十分できますよね。できますからね。うん。うん、だからそういうことを、まあ、平松さんのところで学べるし、うん、私のオンライン講座でもそれが学べるということなんでね。で、平松さんのところ、ちなみに、興味あるという人がいたら、まずどうすればいいんですか？だから、セミナーとかそういうのはなくても、いきなりもうスクール
なの。いきなりスクールはないね。ああ。なんかメッセージかなんかくださればなるほど相談に。あ、一回ね、うん。はい。もう平松さん今ね事務所いないから。いないね。もうずっと人と会ってますから、それが仕事だよね。まあね、楽しいもんね。ね、人と会うの好きなの？好きですね。ああ、うん、そうなんだ。嫌いなの？いや、嫌いじゃないですよ。好きですよ、僕も。うん、で、こうなんだろう。僕なんかもそのインターネットだけで販売してるものもあるけど、うん、やはりこの人と会って、うん、それで自分のこういうやり方があるんで興味ある人か、はいはい、っていうのが好きですね、うん、やっぱね。でほら自分で実際にこうやってきたもの経験してきたものだから、うん、やっぱ再現性が僕はあると思ってるから、うん、いろんな人にやってもらいたいっていう思いがすごくあるんですよ、うん、このね、あの FLTV もそうだしオンライン講座もそうだし、だから自信を持って言えるから、うん、で自分も楽しいしね、そう最高でしょう、うん、それね、でやっぱりそれを教えたいしね。そう教えたいんですよ。だからまあおかげさまでね、こう文科生の方もたくさん出てきて今番組をね、まあ、始めてる方もいらっしゃいます。平松さんのとこだってね、うん、そうそう、みんなねやっぱ活躍してね、僕よりみんな活躍してるから、すごいじゃないですか、いろんな方がね、あの本もたくさん売っちゃう人もいるし、そうそうそう、ね、そうそうそう、ね、でベストセラー出したり、うん、そのね、売り上げを上げたり、お店が店舗が倍に増えましたとかね。本当にすごいですよね。それはやっぱりあれなの、平間さんのとこでやっぱ好きなこと、売り上げを上げる方法なの？もうある、もうある、うん、つまりビジネスを教えるから。うん、僕あのこの間平間さんのとこのアップグレ、うん、なんだっけ、ビジネスグレードアップスクール、そこでちょっと行ってお話をさせて、ね、いただきましたけど、うん、その時に一緒に受けたじゃないですか、あの、うん、何ゲームゲーム、うん、もうあれはね難しかった、僕にはちょっとね、いやいや難しいよ、あれ難しいよね、難しい、あれコードだよね、コード、でもあれをできるようになるんだね、なる、あ毎回やってるんですけど、やっぱり最初みんなできない、あそうなんだ、あついていけないし、いや僕ついてなかったら途中で投げちゃったからね、あれはでもそこでしか受けられないの今んとこ、そうだよね、あそうなんだ、あ、まあ、平松さんのところでね、いろいろ、そういうふうにしてビジネスのことをね教えてくださってるので、うん、ぜひですね、行っていただきたいなと思いますね、あ翼さん、モズさんも好きなことを極めて大ブレイクですね、やっぱり好きこそ最強ですね、ありがとうございます、うちの息子も ね、 ね、素晴らしいよ、ね、モズって言いまして、あの今ちょうどねトリックアートノート、はいはい、トリックアートあのの普通のノートなんだけども、あのあちょっとねかなあるかも、すごい大活躍だよね、そうそう、これこれなんですけどね、まああのこういうふうにしてこうなんかこう消しゴムのカスみたいなねあるけども、実際こういうノートなんです、でこれで実際にこう見ると、まあこういうね本物の三角定規みたいなんだけども、実はこれ書いたものであったりとかね、これちょうどあれなんだよ、カメラで見るとあこれなんかもね、こうやって見るとこうやると角度がある、角度がね、こう立ったりカメラだとちょっと見えるね、ちゃんと。こういうノート、これがトリックアートノートってね、まあ元々はあのうちの息子が中学校の時にね、落書きでしょ、落書きノートに三角定規をいっぱい書いてたら、先生にあの中学校の時にね、この三角定規を、この三角定規をノートにいっぱい書いて、こうやってノートにこうやって書いてたら、先生にお前なんでその三角定規いっぱい持ってきてるんだって怒られた時、こうやってペラペラペラってこうやったら、まあ、先生に爆笑されたと、まあ、それがもともと、それでこのまあもともとこういうのを書いて僕のところに持ってきたんですよ、うん、ノートをどうみたいな、どうこれすごくないみたいな、うん、それが受験の2ヶ月前、へえそうなんだ、受験の2ヶ月前に持ってくる方も持ってくる方でしょ、うん、こういたずら書きみたいなのを、うん、
普通だったらね、うん、そこでお前2ヶ月前なのに何考えてんだと、うん、勉強しろって言うじゃないですか、うん、その時に僕はそれを見てお前は天才だとすごいと褒めたんです。そしたら息子は喜んでやばいよねって言いながら塾行ったと、うん、いやでも素晴らしいよね。やっぱりそのやっぱり褒めてあげるっていうのもそうだし、やっぱりそのなんていうの、頭ごなしでこう怒るっていうことはあんまり意味がないんだよね。そうなんですよ ね、うん、ね、特にあの小学校とか中学校とかね、うんうん、その頃っていうのは本当にこれね、あのやりたいことをやらせてあげたいなっていう、うん、でもうちもそうですよ。やっぱりあの何か絵を描いたり文章を描いたりしてもやっぱり見てあげて、やっぱりすごいよねって言ってやっぱ褒めてあげるんですよね。で喜ぶしね。孫さんなんかもお父さんに小学校の時に、うん、お前は天才だ天才ってしょっちゅう言われたっていう、ね、すごいよね、だから天才になっちゃうね、うん、あ本当に。だからそういう言葉がけ、言葉の力、うん、言葉の力っていうのは本当に特にお子さんに対してはね、うん、こう力強いあの前向きな言葉をねかけてあげたいですよね。そうね、だからその、うん、やっぱり認めて愛してあげて、うん、そしてやっぱり褒めてあげるってすごい大事ですよね。ありがとうございます。あ、ちなみにこのねトリックアートノートっていうのは7月29日で終わっちゃったんですけど、東京ねエッシャー店で販売しててめちゃめちゃ売れてて、あ、よかったですよね。そうで今度はいやでもあのすごいみんなが買いたくなるものだもんね。あ、そうなんですよ。なんかねプレゼントに皆さんね、あ、驚かしてあげる、そう孫とかそうお買い上げいただいたみたいで、で今度ね、うん、11月から今度大阪でやるんですよ。その後福岡でやって愛媛でやって、まだまだ続く。あと東急ハンズ、全国の東急ハンズでも売ってるんでね、ぜひ、うん、あのお買い求めいただけたらと思いますんでね。素晴らしいよね、うん、本当ありがとうございます。でもあのこれ普通のノートとして使えるの？あ、使えますよ。別にこっち側にこう書けるんでね。ね、普通のノートとして、はい、普通のノートとしてなんかね子供たちはこれこっち側にね同じものを書いてるの。あ、そうね、なんかあのこういう、ね、立体の網だくじみたいな。でもこれよく再現したよね。うん、だからあのもともと鉛筆かなんかで描いてたでしょ。そう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 、だからそれって再現が非常に難しいじゃん、印刷的に言うとさ。だから最初そこでハードルがあったんですよ、印刷会社で。最初はね本当は1色だけにしようと思ったけどちょっととてもできないっつって、結局これ5色なんですよ。4色のフルカラープラス特色、罫線を特色でやってるんで、すごい手間。でもそれやったおかげでリアルにできた。だから本当に最初にそれだけのものを作ってよかったなと思いましたね。まああのね、これトリックアートノートやってますけども、実はジオラマをもともとは作って、まあモズ君ね、そう、うちの息子ね、ジオラマでブレイクしたんですけどもね、ツイッターでね。素晴らしいよね。ありがとうございます。ね、マックさん、一度コンサル相談それからスクールに参加するかどうか、そう、この流れがね、うん、大事ですよね。なぜかというと別にあの全員がスクールに来る必要はないから。そうだね、うん、だからやっぱりやりたいことが見つかってできそうだなっていう人で、うん、スクール入りたい人が入ればいいわけだから、うんうんうん、そうだから、まあ、よくあのほらフロントエンドっていうじゃないですか、うん、でまあ一頃はね、うん、例えば無料のものをあげて、うん、であとはメルマガに登録してもらってっていう流れがずっとあったんですけども、うん、こう最近、まあ、もちろんその流れは流れであるんだけどね、うん、最近はやはりこの会って、うん、直接会っていろいろ説明したりとか、うん、相談乗ったりっていうことの方が伝わりますよね、やっぱりね。そうね、特にあとはスクールでもやっぱり高額になってくるとやっぱり合わないと思う。そうなんですよね、うん、なかなかね、その本人の要望も分かんないしね、うんうん、だから僕はセミナーも積極的に今ね、うん、させていただいて直接会って伝えたいっていうのもね、うん、やっぱりあるんですよね、うん、高橋ゆかりさん、先週見逃してすいません、今週はちゃんと打ち込めてます。 ありがとうございます。 ね、今週はビジネスですか、それそもそもビジネスの才覚がありません。そんなことないんですよ、みんなね、うん、最初は全然あの分からないところから始めてます。でもこれね本当ね小学校から教えるべきなんだよね。いや僕も思いますよ、ね、ビジネスのこと、お金のことね。そうそうそう、だって社会に出て一番困るもんね、うん、
あとコミュニケーションね、コミュニケーションもね教えてほしいし、そうだからその数学とかも大事だけど、そう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 、ね、お金とかさ、ビジネスとかだからそこら辺が結局ね、ここずっと変わってないじゃないですか、うん、日本ってそれまずいですよ、ね、本当にまずいと思う、うん、だそこら辺もね考えなきゃいけないし、であのね、ちょっと平松さんとも話したんですけど、うん、今って今の時代ってそのビジネスでもね、うん、もうその成功したりもううまくいってる人たちがこう教えてることを、うん、やっぱりそのお金を払って学ぶことで、うん、すぐにそこに到達できるっていうのもありますし、うんうん、まあ、私さっきそう時間をショートカットするためにまあお金を払うっていう、うん、そうだよね、払ってもらうっていうこともありましたし、うんうん、だってあの自分ではこう努力しても多分気づけない部分ってあるじゃないですか。でもそれを例えば成功してる人がに聞いたらあっという間に成功しちゃうっていうことはやっぱりあるので、そういうのうまく活かせばいいんだよね。そうそう、うん、それがね今本当にできる、まあ、インターネットも使うこともできるし今それができるので、だからねなんかそのいわゆるこう昔からのねこの規制概念っていうのが、うん、まだ取れてない人たちがすごく多い、うん、だからやっぱりねみんなすごい真面目で自分一人でやろうとするわけ、うん、だから僕よくあの他人の脳みそを使えって言うんだけど、面白いね、それ ね、いろんな人たちがいろんな知恵とか経験を持ってるんだから、ぜひそれを共有して生かせばもっといいものできるじゃんってことですね。面白いね。ね、あ、高橋さんね待ってますよコメントね、うん、マックさんトリックアートノートノート東急ハンズ一部店舗に置いてるようです、ありがとうございます、うん、サリーちゃん水越さんの反応が天才を作った、ね、そうか、うん、あ、それでね持ってきてそうやって反応してお前天才だって言ったことにね、うん、なるほど、あ、内山さんありがとう、内山さんもねあのエッシャーテね、何分なら40分とか50分並んだよね、それで買ってくれたんです、すごい行列だったんですよ、そう、そう炎天下の中ね、ありがとうございます、それでノート買ってくれたんですよね、ありがとうございます、うん、授業中は楽しくなノートだよ、本当楽しくなると思う、うん、あのノートはね、すみさん名古屋でサイン会やってください、うん、ね、あ、すみさんもこの間買ってくださってね、ありがとうございます、そういろんなところサイン会もやってんだよね、大阪でねこの間、うん、まああのやらせていただきましてね、うん、でまあ、ちょっと自信もあってね、うん、どうしようかと思ってたんですけど、こういう時だから行こうって話になって行ってきたんですけど、はい、そしたらねあのやっぱりそれを喜んでくれてね、結構ストレスになってた人たちがいて、もつ、うん、さんが来てくれるってことで本当に嬉しかったですって言ってくれてね、うん、で僕らが行ったのが着いたのが30分前なんですよ、うん、そしたらもう並んでてね、もう本当ありがたかったですね、名古屋でもぜひやりたいですね、米谷さん、先生にギャフンと言わせた三角定規のイラスト、俺は高校の授業中耳を塞ぎつつ紐を両耳の位置から垂らしたところ、てっきり授業中にイヤホンで音楽を聴いていると感じた先生が近寄ってきた瞬間、ただの紐だと見せて先生を怒らせたこれ長々と書くやるか面白いね、米谷ちゃん面白いです、本当あなたは面白い、ありがとう、あ、山根さんありがとう、才能を見つけて伸ばす、いいね、ありがとうございます、高橋ゆかりちゃん、トリックアートノートどうか書店などでも買えるようになりますように、ありがとうございます、今だとね、あの、あ、書店はね確かにまだ置いてないですよね、学校でね、もう全部ね学校で取り扱ってもらったらね、もう購買部とか購買部でね、もうでもいろんなところでね、まあ買えるようになるなといいな、でも少しずつ今広げてってね、うん、東大の子が不購買部とかどうかね、なんで東大なのいや、いいじゃないですかねえ、まあ面白いですよ ね、うん、だから今ねいろんなところにね、うん、高木さんってほら、うん、あの名刺のね、はいはい、うん、あの高木さんがつまめさん、彼が今もう独立してね、うん、やってるんだけど、あ、そうなの、そうなんですよ、高木さんも去年独立して、あ、そうなんだ、そうで高木さんがこのノートも商品化してくれて、そうなんだ、そうなんですよ、だから高木さんがいなかったらこう商品化になってないんで、高木さんに感謝なんですけど、高木さんがいろんなところにね営業してくれて今広げていってくれてね、本当ありがたいなと思います、だからね本当夢を叶えるにはね一人じゃできないですからね、そうだよね、いろんな人のね、応援を
得るためにもだからやっぱり夢を語らないとね、いけないなと思いますよね。サリーちゃん、私もノートと付箋セットで友達プレゼントしました。マジですか、ありがとうございます。嬉しい。これいいよね、プレゼントにも面白いもんね。そうなんですよ、ね、あの笑ってもらえるもんね。そう、なんかこれとこう消しゴムとかをセットで、あよくね写真撮る人は ねここに消しゴム置いてるんだよ ね消しゴムセットで、セットで ねあ消しゴムセットでね、なるほどね。あ、はるちゃん、今日も豪華ゲストですね。トリックアートノート私は持ってます。 ありがとうございます、本当に ね、ノートを買うために一社というのは大行列だったよってね。内山さんありがとうございます。あ、ハコちゃんありがとう。春日井市ね、先日も名古屋でお世話になりました。ランチ会をね主催して手配してくれてありがとうございます。エッシャー店行きました。付箋オン付箋購入できた。付箋の中に付箋があるっていうね、あの付箋なんだけどその中に付箋が書いてあってこう思わず取りたくなっちゃうね。なるほどね、付箋の付箋っていうね。ハコちゃんありがとう。はいね、あゆかりちゃん、普通に買えるようにお願いします。はい、できるだけねいろんなところで買えるように、努力していきたいと思います。今のところね、東急ハンズさんとか、あとネットではね買えますけどもね、すいま、これからどんどん広げていきますんでね、ありがとうございます。ですね、クイズタイムメディカスというのがありまして、私よりも視聴者の方から教えてもらうというねクイズタイムメディカス、1分間で平松さんのことを丸分かり、へえ、そうなの、こういうのをねやってるんですよ。これからやりますからクイズ、ちょっと待ってね、その準備しなきゃいけないんで、ちょっと待ってね。だからタイムアタックとか言うんじゃないの？あのね、そういうんじゃない。あれ知ってます？クイズタイムショックって知ってます？タイムあの60秒で。そうそうそう。あれみたいなの。あれのメディカス版です。で、ちょっとね準備しなきゃいけないんでちょっと待ってます。準備するのすっかり忘れてまして。何かあの話があるんだったらどうぞしてください。ね、僕がつなげろって。はい。笑顔。ね。格言は何かないんですか？格言は。格言でたくさんあるよ。簡単ちょろいすぐできる。それ有名だよね。ね。簡単ちょろいすぐできる。でもね、結構そういう言葉で勇気をもらうってあるね。ありますよ。ね。ワンオペで少々も人でね、ありがとうございます。ワンオペ本当大変。いや大変だけど、まあ楽しいんですよこれでもね。それでこれからクイズ大変。いや僕もねワンオペやってたことあるんだよ。え、嘘、本当本当。ワンオペやってて、もう大変だからやめたんだ。うん、ああ、そうなの。え、何をやってたの？番組？いや、だから最初ね、高尾 TV っていうのやってたんですよ。何それ？高尾 TV っていうのやってて。高尾 TV？ やってて、大震災があってみんな自粛したじゃないですか。はい、はいはいはい。あの時に自粛して、そのままやめたみたいな。うん、あ、そうなんだ。そう。やめちゃったんだ。これで、うん、僕は質問しますんで、これを押してから答えてください。黄色、黄色ね、押してからね、まだまだ、いきますよ、じゃあね。クイズタイムメディカス、1分間で平松さんのことを丸分かりということで、これからクイズをね。なんで押すの？え、何？なんで押さないといけない？あのピンポンって鳴るから。あ、そういうこと。そう、じゃあいきますよ、ちょっと待って、はい、これ音出せます。じゃあクイズタイムメディカス、いきますよ、はい、ちょっと待って。クイズ、あ、これじゃない。いきますよ、クイズタイムメディカス、ちょっと待ってね。これだ。1問目、一番好きな食べ物は？卵。卵、はい。子供の頃なりたかった職業は？漫画家。漫画家なんだ。はい。ちょっと待って。漫画家ね。次。自慢のできるものって何？自慢できるもの？特になし。うっそー。ほんと？お子さんにいつも言っている言葉って何かありますか？天才。素晴らし
女性に初めて恋を告白したのは何歳の時？18かな。18。今まで旅行した中で一番遠いところはどこですか？どこかな。多分ニューヨークじゃないかな。ニューヨーク、うん、バスのガス爆発3回続けて言ってください。ガスの爆え？ガスのバスか爆発？ガスのバスのガス、バスね。もういいです、はい、次。これまでの人生で一番幸せだったことは何でしょう？今です。素晴らしいですね。夢を叶えるためにはどうしたらいいと思いますか？夢を具体的にまず頭の中で描くことかな。描くこと。最後の問題、世界中から見ている視聴者に一言ください。皆さん、見てくれてありがとう、大好きです。ありがとうございます、はい、ということでちょっとね、今の質問ね、ちょっともう一度。これすごい複雑な仕組みだな。これワンオペよくやってるよね。ワンオペでやってますか。いや本当に頭すごいでしょ。すごい。ワンオペでやってますからね。一番好きな食べ物なんて言いましたっけ？卵。あ、卵ね。オムライスが好きなんですか？オムライスとか、まあ、卵かけご飯とか。あ、卵かけご飯ね、そのまんまですね。子供の頃なりたかった職業ってなんだ、なんて言いますか？漫画家。漫画家ね、うまいですもんね。漫画だから高校時代漫画描いて投稿してました。何に投稿したんですか？当時ね、少年サンデー。少年サンデーにあったんだ。ん？そういうのが投稿する。いや、ありましたよ。いや、ほら有名なのは僕の頃は少年ジャンプで手塚賞とか赤塚賞っていうのがあって。あ、サンデーもだからその当時うるせえやつらとかが人気。あ、そうなんだ。だったんで、あの僕はね、うん、ジャンプのね、うん、あのギャグ漫画書いて応募した。あの赤塚賞応募してダメでした、うん、あ、はい、ダメだったんでしょ。僕もあのでも最終選考に残ったんですよ。うそ、すごいじゃないですか。で名古屋に編集長が会いに来たんですよ。僕は名古屋です。それで、うん、それで、でその後どうしますかみたいな。 で一応ちょっと大学行かせてくださいみたいな話して、でしばらくで担当がついてて、ネームチェックとかして。え、書いたのじゃん。え、書いた。いやだから漫画を書いててネームチェックして、でネーム OK になったんですよ、うん、でネーム OK になったらもうすごいことじゃないですか、うん、でもネーム OK になって、その時に僕大学で映画を専攻してたから、うん、映画の方に行っちゃって、うん、漫画あんまり書かなくなっちゃったんですよ、うん、それっきりみたいな。もう大変。ちなみにそれどういう漫画だったの？それはね、あのなんかバスケット漫画みたいな。バスケット漫画めっちゃ難しい。すごいですね。あいつは秘密兵器みたいな。あいつは本当？本当本当。原画ないの？原画ないね。もったいないな。見てみたいな。僕は高校で書いた原画まだ持ってますよ。ああ、いやだからね、そう当時投稿してたのは、いやこんなんいつでも書けるから送り返さなくていいっていう風にしてたんですよ。でも送り返してもらえばよかったね。ねえ、もう。お子さんにいつも言ってる言葉、天才ですね。同じですよ。僕ね、その息子がなんか持ってきたりするじゃないですか、うん、ジオラマとか高校の時にね、お前は本当天才だなって必ず言ってましたね、うん、いやでも本当大事だよね、うん、そうやっぱり自信が出る、絶対出ると思うね、うん、言葉の力。今まで一番旅行した中で一番遠いところはニューヨーク、うん、多分ニューヨークじゃないか。いつ頃？2000年ぐらいですね。2000年ぐらい、うん、バスのガス爆発3回続けて言ってください。言えなかったね。ガスバス、バスのガス爆発、バスのガス爆発、バスのガス爆発、バスのガクガ、あ、もういいです、はい。これまでの人生で一番幸せだと思ったことは？今ね。そう思ってるんだ、うん、今が。僕いつも今しか考えてないからね。でもそれが大事ですよ、うん、今思ってるこの今の連続がまあ未来につながるですよね、うん、だからなんか将来の不安とか全くないですよ。
すごいね。だって将来考えてないから。奥さん本当に素晴らしい。奥さんが素晴らしい。いやだから奥さんが苦労するのよ。ね、僕の分までいろいろ考えなくちゃ。いや奥さん本当に素晴らしいわ。でもだからね、うん、こういう仕事できるんだよね。そう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 。すごいな。あちょっと待って、最後もう一つ、夢を叶えるためにはどうしたらいい。ああ夢を現あのリアルにイメージしましょうねってこと。やっぱイメージかなりしてる。うん、だから僕はやっぱりなんか世の中で起きることってやっぱりこう思ったことが現実になるって結構思っていて、でも実際になるもんね。なりますよ。例えばあの人に会いたくないなっていうとあの予定がキャンセルになったりとか。いや本当だよ。なる。なるなる。それはあんまり俺はないけど、そうなんだ。だから結構思った通りになるんだ。だからね、本当にいいことも悪いこともそう、自分が結構悪いことに関しては自分はそう思ってないっていう人が多いんだけど、うん、やっぱり自分が思ってきたことが形になってるとか現実に起こってると思うんですよね。そうそうそう。だからね、人を恨んだりとかね、やっぱり妬んじゃダメなんですよ。うん、だからその恨んだり妬み、うん、必要がないでしょ。必要がないね。で、例えばその例えばさ、お釈迦様なんかはさ、こう全部一体のもんだって言ってるんじゃないですか。うんうんうん、つまり水越さんも僕もこう繋がってるわけだよ、うんね、だからその繋がってる人が例えば、ね、何かやってその人を妬む必要もないじゃん。自分の一部が成功してるんだ。イエーイ、ね、皆さんみんながこういうね、うん、気持ちになれば考えになればいいんですよ。そうそうそう、すごいですね平松さん本当にね。ね、あゆにちゃんありがとう。ワンオペですね。はいはい、マックさんもね、ワンオペです。そうです。ユミさん、奥様、自慢できるものは妻でしょうって言ってますけど、そこだよね、そこだよね。妻です。妻だよ、妻、妻だよね。ダメ、後から言っちゃうね。いや、ほんとそう思いますよね、奥様ね、奥様からダメ出し来てますよってね、はい。あ、ミカちゃん、ありがとうね。ミカさんもね、メディカス出てくださいましたね。平松さんとこもね、美香さん、はいはい、いろいろお手伝いされてるみたい。初めて女性に告白したのは由美さんと出会った時でしょって怒られてますよ。ねあ、そうなんですね。んあんまり、いや深くは追求しませんからね。告白なんかしたことないでしょって奥さん言ってますけどね。いろいろね、あるみたいですよ、はい。でもそこは深くは追求しませんからね。はい、ふみ、自慢できるのは妻と言ってほしかったね。ヨネさん、バスケットボールの、バスケットボールの漫画ですか。より出ていたらスラムダンクの座は平松先生にあったはず。ねえ、ね、そっちも本当にちょっと見てみたかったなって気がしますけどね。ミカちゃん、正解は妻と娘だね。ね、そうだね、娘もね、本当そうですよね。本当みんなありがとうね。もう俺がなんでありがとうっていうのがよくわかんないけど、ですよね、ですよね、はい、ですね。ね、さらにダメだしね、はい、ということでね、ありがとうございました。さあ、今日ね、皆さんに、あ、そう、シェア大賞シェアしてくれました皆さん。これからシェア大賞、平松さんのこの間出版した本を、この BOD が ね、出るプリントオンデマンドで本になります。それを一冊プレゼントします。サイン付きです。サイン付きです。それを今から、シェア対象で抽選します。皆さんシェアしてくれたかな。うちの娘、あ、嘘、うん、コメントくれた。あ、ゆうかちゃん、そう、草が 3番ね、笑ってます、受けてます。ゆうかちゃん、ゆうかちゃんありがとうね、ありがとう、ゆうかちゃんありがとうね。はい、これからシェア終わりましたか。皆さん画面の真ん中右下にね、シェアする、ぜひシェアしてくださいね。これから抽選しますよ。シェア終わってない方今すぐしてくださいね。はい、これから、シェアしました、うん、シェアしました、ね、ありがとうございます。はい、じゃあこれからじゃあ軽井沢行くのは誰か。あ、軽井沢行きたい人コメントして、あの無料で、あ、もちろんね、向こうで料理食べたりお風呂入ってそのお金かかるけど、参加費としては無料でで1人ね、1人で、1人無料、参加費は5000円でも行きたいっていう人は
5000円でも行きます。はい、うん、ということです。まず行きたいっていう人でも8月5日ですからね。8月5日ですから日帰りです。日曜日ね、朝、神保町出発で軽井沢でセミナーやったりいろんなことを楽しんで帰ってきます。軽井沢行きたい人は軽井沢行きますってコメントしてください。行きたいですでいいですよ。行きたいですで、ね、シェア対象はこれからね、うん、やります。あれどれだっけな、シェア、あ、これだ。今回ですね、24名の方ですね。すごいね。すごいでしょ、うん、さすがメディカツ。いや、ありがとうございます。24名、ちょっと待ってね、編集でワンオペでやってます。すごいよねワンオペでやってます。ワンオペって大変なんだよね大変で、なんかまだここ固定だからまだね、機材トラブルとか少ない。そう、うん、これもし場所移動してたら本当大変だ。いや、できないですよ本当、ね。ではですね、シェア対象いきますよ。24名の方で、うん、まずは番号をこれから何番目の方かっていうのをですね、これから、あれどれだ、すごいね、宝くじのシステムみたいなやつ。そう、うわ、抽選。じゃあこれから抽選しますんでね、まず番号を抽選します。24のうち何番目の人かっていう番号を抽選します、うん、よいしょ、イエーイ。22番、イエーイ。22番の方です。はい、じゃあ22番の方をこれから抽選したいと思います。24、23、22ね、ちょっと待ってね、ワンオペでやってます。ワンオペ大変ですこれから選びますよ。24、23、ちょっと待って、こういうのアシスタントがやるべきだよな。え、アシスタントがやるべきだ。はい、決まりました。翼さんです。おめでとうございます。翼さんとはもう持ってるかもしれませんけども、ぜひリアルボンだから POD はまだ持ってない、ね、うん、誰も持ってない、ね、誰も持ってない、はい、だからサイン入りで、送りますんでね、ぜひ受け取りください。おめでとうございます。さあ、ということで、はい、ちょっと私の方からも告知をさせていただいてよろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、私、先ほどがちょっとお話ししてるようにね、いろんな人と、まあ、会ってお伝えしたいということでセミナーをですね、うん、月に2回やっておりまして、お金を生み出す動画活用セミナー、うん、お金を生み出す、売り上げを上げるためにどうやって動画を活用したらいいかということをね、うん、お伝えしております。もう YouTube にアップしただけ、それじゃ売り上げ上がりませんね。そこからどういうふうにして、仕組みをね、作ったらいいかっていう、そこが大事なんですよ。それをね、お教えしますんで、とですね、8月はですね、8日水曜日、そして20日の月曜日、この2回、行っております、行います。ですので、あ、これ14時って書いてある、これ間違い、間違い、19時、これダメだ、ダメだ、ちょっと待ってね、ダメ、ワンオペだからワンオペ、ごめんなさい、8日水曜日と20日の月曜日の19時からです。夜です。8月はね、昼間暑いので夜にしました。19時から新宿で行いますんでね、ぜひご都合のつく方、動画ね、動画を使ってみたいな、まだ使ってない方も全然 OK ですよ。これからスマホで今ね、動画作れる時代ですから、スマホでも簡単に動画作れますからね、それをどういうふうにして自分のビジネスに使っていったらいいのかということをですね、分かりやすく、解説しております。8月8日水曜日、20日の月曜日、19時から新宿です。
ちょっと今リンクありますんでね。さすがヨネちゃん、もう貼ってくれてるよ、ありがたいね。ねえ、さすがだよね。さすがです。新宿で19時からです。ぜひですね、ご興味のある方いらしてください。まあ、直接ね、いろいろとお話するとこうやっぱりネットのオンラインだけじゃやっぱり話せないようなこともね、こういろいろと話せますんでね、ぜひリアルでお会いしましょう。そして、告知の画面ありませんけども、8月25日は土曜日12時半から、昼間ですね、12時半から高田の間でメディカスバンドの夢を叶えるための心と言葉の使い方セミナー 2.0 トーク&ライブということで、久々にメディカスバンド5人が、揃います。1年に1回ですね、揃いますので、それをセミナーに、当てましたので、ぜひですね、8月25日土曜日12時半から高田のままいらしてください。こちらもですね、リンクをね後ほど貼らせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。そうね、あと8月8日に僕の出版セミナーがある。あ、そうですね。どこで？新宿です。新宿で、8月8日と、あ、夜です。あ、重なってますね、私のセミナーと。すいません、マジか、行けない。8日でしょ、8日。うん、8日。あ、でもいいんです、いいんです、大丈夫です、大丈夫です。どこですか、場所？新宿。新宿、私も新宿で。あ、じゃあはしごで何時から？何時？19時。でも重なってる。重なってますね。まあ、どちらがね、はい、勉強したい方に行っていただけたらと思います、ね。全然 OK です。はい、あ、ハコちゃんもね、ワンオペでやってますもんね。ハコちゃんはね、春日井市で、愛知県春日井市で、小春放送局というね、ネットラジオやってます。ね、もう名古屋出身だから。あ、そうだ、春日井近いですよ。あ、そうなの、うん、そうなんだ、意外ですね。それはワンオペの大変さ分かりますってことね。多分ね、やってない人は分かんないと思います。分かんないですよ ね。これね、もうやり始めの人は多分これ今みたいなのできないと思いますけどね、うん、もう今までやってきたんでこれできてますけど、400回ね超えてやっとできるんだよ。それでもこれだけねドタバタしてますからね。いや、ワンオペですから。ほんと無理だよ。だってね、念入りなリハーサルしてるわけでもないしね。全然してないから、リハーサルも何もしてないから、ね、でもね、スマホ1台だったらもっと気軽にできますからね。皆さん番組やりましょうよ、どんどん仲間を増やしたい。あ、ハコちゃんおめでとうございます。ハマちゃんおめでとうございます。翼さんおめでとうってことでね。あ、翼さん、わ、ありがとうございます、ね、おめでとう。ゆみさんも翼さんおめでとうね。つぶちみほさんもおめでとうございますってことね、祝福してくれてますよ。みんなありがとうね。これが嬉しいよ ね。サイン入りって言ってますよ ね。戸谷さんも翼さんおめでとうございます。ゆねちゃんね、ありがとうね。マックさんもありがとう。今回ね、だから電子書籍出したからさ、サインとか書いてないんだよね。あ、そうか、そう、そうだね。書きたいよね、やっぱり。だからリアルなんだよ ね。 そうね。だでもやってみるといろいろ分かるね。はいはいはい。だ今回そのアマゾンキャンペーンとかアマゾンのナンバーワンとかあんまり興味ないでしょ。そうだね。でも電子書籍はね、そう、アマゾンでそのなん紙と違うから、全然だからアマゾンキャンペーンやるべきだよね。でもやるべきだし、うん、あとはなんだっけ、1位になるって言っても結構なんか知らないところで1位になってたりするわけね。あ、面白いね。そう、これやってみないと分かんないね。でもね、いろいろ分かんないと。さすが平松さんだね、うん、ね、はい。あ、ハコちゃんありがとうね。メディカスバンドのねリンク貼ってくれました、うん、ぜひ来てください。でもこの笑顔をご覧ください。楽しければワンオペだろうかなんだろうかひいひい言ってしんどいっていうわけではないんで、その通りね、楽しんでますね、楽しんでます。やっぱこれやってる人だと分かるんだよね。いやね、本当だよね。なんだろうね、お酒飲んだ気分だよね。お酒飲んだ気分、まあ、お酒飲めないから、ね、お酒飲めんだっけ。飲むんだ。どうしようもないや、2人で下戸だからね。はい、
でも楽しいんですね、はい、楽しくやってると向こうにも伝わるんです、うん、これつまんなくやったらね、だって動画だから全部伝わりますよね、全部伝わるんですよ、うん、本当。サリちゃん、メディカスバンド、夢が叶う言葉と心の使い方、投函ドライブありがとう。サリちゃんも来ますよ、みんな。草野さん、平間さん、出版セミナーおめでとうございます。ありがとうございます。さすがですね。仙台でもやりたいよね。あ、いい ね、仙台。俺東北ってやったことないね。あ、そう、仙台は牛タン美味しいよ、うん、ね、行ってみたいですね。北海道とかでもやってみたいな。あ、そう、やってみたいなって言えば呼ぶんじゃない。あ、呼ぶね。九州と沖縄でも ね、やってみたいですね。なんか美味しいものをご用意していただければ、はい。まあでも本当ね、この間名古屋で僕セミナーを呼ばれて やらせてもらったんですけども、本当にいろんなところでね、お声掛けいただければ少人数でもセミナーさせていただきますので、ぜひお声掛けください。よろしくお願いします。飲みながら配信、これもまた楽しいんです ね、過去数回ありということでね、ヨネちゃん伝えるチャンネル、ツタちゃん、ぜひ皆さん見てくださいということで、プロフェッショナル TV は、あれは月に何回、月に1回、1回、これからは暇ないのの河合さんのスタジオで毎回やるそうなんで、第4週の金曜日。あれ自動オペレートでしょ。そう、ね、すごいよね、うん、あれ河合さんあそこにいるの。いる、見てんの。いる。だから最初のスタートスイッチとかを押すんだけど、あとはちょっと向こうで飲みに行ったりふらふらして。河合さんはほんとすごいよね。素晴らしいね。7秒おきにこうスイッチング、うん、そうそうそう。あ、でも焦点とかあるから、あれ固定だからね。だからそのこう人間がこう行っちゃうとダメなんだよね。でもここでもそうだよね。人間パーって動いたらさ、あれ追っかけてくんないもんね。くんない。だからまあこういうカメラでね、別になんかね、うん、あれですよね。さあ、ということでね、平間さん、最後にですね、メディカスポーズ、お約束ですから。なんだよ、こういう、練習しますから。いきますよ。あ、カメラに向かってね。皆さん、視聴者の皆さんもぜひやってください。夢が叶う開運メディカスポーズ、いきますよ。今日平間さんと一緒ですから。いや、叶う夢叶う。みんなにもこう教えた方がいいんです。あ、もちろん、これ最初に練習するから。あ、いきますよ。まず指を出します。はい。火曜の夜を楽しむには、M を作ります。メディカスの M です。下から出します。メディ、かつ顔の右下。ここでいい顔してください。もう一度いきます。火曜の夜を楽しむには、メディカーズ、ここで止まります。いい笑顔、最高、夢かなう。はい、さあ、ということでですね、あ、いけない、その前にちょっと歌を歌わなきゃいけないんだ。え、マジマジ歌ってくれるわけ。そうすごい、かっこいい。ちょっとチューニング済みが甘いですけど、チューニング済み、大丈夫。じゃあ、メディカスのテーマソング、うん、キャッチアウェイね、30歳の時、夢が叶わなかった時に自分への応援歌として作ったキャッチアウェイ、世界を飛び出そう、ね、翼を広げてみんなで夢叶いましょう。いきますよ、キャッチアウェイ、聴いてください。Hello, yeah.
っちゃって、本当平間さんにありがとうございます。皆さんでね、どんどん夢を叶えていきましょう。はい、ね、生歌来るってされちゃありがとう、ね、ちょっと待って、ちょっと待って、この辺ですね、お酒飲んだ気分ね、うん、サリーちゃんね、草さん、私も地元で大人のためのスクールをみたいな、ね、自分福島ですよ、あ、福島仙台ですね、福島ね、うん、ヨネヤさん飲みながら配信もこれまた、あ、これ言うんだね、うん、暇ないなスタジオは先日ね、うん、あの幕開清美さんとね、ハコ、ね、ちゃん言ってたね、うんうん、歌わずに終わりませんでしたね、大人のためのスクール開催の折にはお呼びしたいです、うん、いいです ね, いいね、生歌やりましたよね、うん、マックさんもね、キャッチアウェイ、ね、あ、草野さんありがとう、生歌素敵です、うん、草野さんも、ね、すごい歌うまいです、あ、そうですか、こうギター同じタイプです、あ、本当ですか、ありがとうございますサリちゃん、手拍子の平松さん萌えです後でアーカイブ見てみよう俺、あ、近藤さんありがとうね、水越さん素敵、ありがとう、パチパチパチってね、サニちゃんパチパチ、マックさんパチパチ、ヨネちゃんこの後メリカスポーツね、翼さん素敵でした、ありがとう、あ、素晴らしい、あれメリカスポーツやってなかったよね、まだ、あ、そうだ、じゃあ本番いきますよ、練習したよ、あ、練習したね、練習した、本番いきますからね、もうみんな忘れてんじゃない奥さん、平松の手拍子リズム感いまいち、厳しいですね、あのね、リズム感覚ないの誰もう奥さんにダメ出し食らってますねこれね、うん、ありがとうございます、じゃあメディカスポーツ最後いきますよ、はい、もう一回だけ練習しておくね、うん、火曜の夜を楽しむにはメディカーツでこれ止まるのね、はい、じゃあいきますよ、平松さんと一緒に、する開運メディカスポーツ、夢叶いますよ、皆さんで夢叶いましょう、いきますよ、火曜の夜を楽しむにはメディカーツ、ありがとう、皆さんありがとうございました、これ叶うね、夢、本当ですか、ね、平松さんに言ってもらえたらもう100人力ですよ、本当叶うよ、ありがとうございます、さあ今日はね、平松さんにお越しいただきました、本当にありがとうございました、平松さんのね新刊もう一度ご紹介しておきましょう、好きなことをビジネスにする教科書、ね、好きこそ最強と、そうですね、はい、今回はご機嫌ビジネス出版さんから、出ています、今はねまだ Kindle 版しかないんですね、 Kindle 版で Amazon でね、うん、Amazon で買えま す, 買えますで今お安く買えるんですか、お安く今キャンペーンやってるから、はい、多分半額ぐらいで買えるんで、はい、ぜひ皆さんね、お買い求めください、あ、みんなメディカスやってくれた、ね、メディカスメディカスメディカス ね, ねありがとうございます、パチパチパチってね、ミカちゃんもありがとう、ハコちゃんもありがとう、サリちゃんありがとう、ハマちゃんありがとう、ということで今回は、第425回どんどん夢からメディカツは平松、好きなことをビジネスにする専門家の平松隆夫さんをゲストにお迎えしました、どうもありがとうございました、ありがとうございました、メディカツですね、また来週やりますんでね、ぜひ見てください、最後にメディカツバンドの Say Your Dream Make Your Dream 夢を語ろう夢を叶えようを聞きながら、お別れしたいと思います、一番最後にまたお二人出てきますんでね、最後まで見逃しなくよろしくお願いします、それでは素敵な1週間をお過ごしください、さようなら、好きなことをビジネスにしようぜ、イエーイ、何をしてあげられるの、一人の声は小さく届かない空を見上げて、流れる雲を見てた、今まで花の上に差し届く
はい、ということで平野さん今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来週ぜひ皆さんね見てください。よろしくお願いします。夢を叶えていきましょう。さようなら。本当にさようなら。ありがとう。